切れてるかな。あ、これ結んでなかった。あれどうなってる。結んでるあるか。あれ何分からしたっけ。切れないね。あれあれ切れてないぞ。ちょっと待って。できた。やった。なんか怖いからやめとこう。落ちたる。イエイできた。玉焼き始めます。玉焼き始めました。玉焼き始めました。卵焼き作ります。よし作っていこう。卵焼き熱い。ここ熱い。何個作る。割ってきますよ。しゅっ。あ、見えてない。こんな感じ。見える？見えないね。まあここ見えなくてもいいか。卵割るところとか。作ろっかな。2個ぐらいがいい。バターでやると。あ、そうなんだ。でもバターないな。余裕配信いつぶりだろう。むっちゃいつぶりだろう。見にくいコメントがこれぐらい下がらないと分かんないわ。いつぶりだっけな。よし、これを混ぜていきまーす。
混ぜ混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ混ぜ。空気を入れつつ作っていこう。空気を入れつつ。スクランブルエッグじゃないよ。目玉焼きじゃなくて卵焼き。えい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 。ちょっとちょっと待てよ。卵焼きにじゃあ砂糖入れよう。甘いやつを作る。いいか。もういい？よし、オッケー。砂糖。糖を入れていくよ。糖はちょっとだけ、ちょっとだけしかない。これぐらい。パラ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 。よし、終わり。一さじも入れませんでした。また混ぜます。早くできそうやな。よし、いざ焼いてくよ。よし、油、油を弱火。ちょいと入れます。あ、出ないと思ったら開いてなかった。ゼロ。ちょっと入れすぎたかな。いっか。そう、料理しないからね。近っ。約束。じゃあ弱火で広げると。全体に行くように広げます。よし、少ない。あ、でもさ、もうちょい、じゃあ卵3つにしよっか。多分少ない気がしてきた。でもあんまり作るとカホの卵ちゃんがなくなっちゃうので、あと1個だけ。
卵3つにしました。再び混ぜます。パルトは甘めが好きかな。パルトのことを考えて作るね。入れたいんだけど、パルト醤油食べるか、食べれるかな。醤油をちょっと入れます。よいしょ。ちょっとだけ入れるよ、醤油ね。もうちょっと、だいたいスプーンにこれぐらい、はい、混ぜる。焦げないよ。よし、緊張する。もうちょっと油入れすぎたのかな、広がらない。熱い、あ、熱いか。もうちょい強火でもいいか。中火でやっていくね。パレットとあーちゃん、友達の家に来るたびにポテチとコーラなんか懐かしい。やってやる、それ。よし、よく混ぜたところで投入します。え、どうやって作るんだっけ、卵焼きって。もうとりあえず入れてみるか。いくよ。早っ。超これ強いかもしれない。やばい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 。お、真ん中に熱が通ってる、全体的に。やっぱりこうなるよな。もちもちもち。あ、よし、いい感じ。でどうやるんだっけ。あ、いい感じです。今いい感じに真ん中がちょっと薄いのかな。端っこに熱がいってないな。端っこ中心に焼きます。今んとこいけてる？よかった。焦げる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 。ちょっと待って、様子を見ます。お、今のとこいい感じです。ちょっと待ってね、これから巻くのが難しいんだよね。やばい、どうしよう、ちょっと離します。あー難しい。パルトのために、ほっほっほっ、ちょっとむずいですね。ほっほっほという。弱火にします。あー、いけ。お、いった。
だ後で足す。組んだ。頑張って。よし。もう一回やります。いけ。もう一巻き。もう一巻きいくんだ。よし。いい感じにできております。こんな感じです。よし。足す。入れすぎたか。奥まで染み渡らせて。奥まで行け。よし。お、少ないかもしれない。ちょっと少ないかも。ちょっと足します。よいしょ。よし。ふう。いい感じ。バターはね、いらない。バターはない。よし。全体的にいくように。いい感じ。あとは味だね。手前に持ってきた方が楽なのに。あ、なるほどね。よし。あ、まだだな。あ、でもいい感じ。よし、ちょっとやってみます。あれ違う、これどうするんだっけ。こっちからか、今度は。だよね。ちょっとどうしよう。1、2、こっちからだ。こっちから、こっちから、こっちから、こっちから。よし。お、いい色。あ、頑張れ。いっけー。いった。もう一丁目。もう一巻き。えい。うん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 。よし。おお。分厚いのができそうです。こんな感じ。あっちに冷たいからこっちに流そう。よし。じゃあ最後のやつ入れていきたいと思います。じゅ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 。よっ、最後まで奥まで行ってね。ちょい足し。ここまで行って、いけいけ、よいしょ、よし。最後じゃなかった、まだある。残った。全部入れたらいいのに。でも結構多いよ、多分これ全部入れちゃうと。ほら、もう一回ぐらい負けるはず。油足さない。くっついちゃう。本当？じゃあ後で足すね。どうしよう。今いい感じ。
いい感じ。早くしないとパレットが切っちゃうよ。あと8分。いい感じです。じゃあもう次の3回目のやつに行ってみたいと思います。3回目巻き、あ、ちょっと怖い、待って、こ、お、重い、重いぞ、ちょっと待って、離す、あー、ちょっと待って、重たい、どうしたらいいんだ。あ、ちょっと焼けてなかったか。お、おお。破けたところからちょっと出てきました、卵が。いけー、あ、大丈夫、まだいける、いけー、あーあー、薄いか、薄いかもしれない、大丈夫、おー、これぐらいがいいんかな、3回巻きぐらいがちょうどいいのかもしれないな、どうしよう、ちょっと反対側にひっくり返しとこう、よいしょ、お、そういう感じね。これぐらいでいいのかな、ね、出す、もしかしてお皿ちっちゃいか、よし、じゃあその前に包丁で切っとこう、ちょっと待ってよ、切り方よし、とりあえずこれでいいや、何？残り巻きで整える？形を？あ、ちょっと塗り向きか、ナイス、パルトに味見してもらいたいと思います。できた、火を切って、やったやったぜ、
パルトに LINE します。マジ薄いかな、どうだろう、わかんない。カホ食べないけどね。できたぜ。匂いはいい感じ。名付けてカホタルの特製ショールーム巻き完成。パルト寝てるよ。朝お菓子食べてました。そうなの。写真撮っておこう。あ、分かった。これ後でメールに載せます。よいしょ。ちょっと待ってって LINE 来た。どれの加工がいいかな。これだな。野菜があったらいいんだけどね。待ってね。動画になっちゃった。よし、卵焼きだけのものを乗せとこうっと。断面が綺麗な方がいいな。近い近い。パルト早く来ないかな。パルト様。もうちょっとで来るらしいよ、パルトちゃん。あーちゃんの分はまた作るの。あーちゃんはね、来れるか分かんなくなっちゃったの。残った卵どうしよう。ミニで作ろう。あ、じゃあこれちょっと味見してみるね。じゃあカホが、
ね、味見できるから早く熱々のうちに食べてもらいたいな。卵よき、まだ18時じゃないですよね。美味しいかな。あ、待って、バルト来たかも。あ、っていうか混ぜなかったから、ちょっと醤油が真ん中に。なコンコンって聞こえた気がした。ちょっと弱かったかな、火が。まだ固まんないです。混ぜればよかった。固まってきてます。コンは言ったね、言ったよね、コンって、コンって聞こえたよね、だよね、だよね、確かに、え、だよね。横山の笛って何、聞こえたよね、やばいね。みんな耳いいな。見えない。今度パルトの家に突然晩ご飯行こう。あ、ちょいと固まってきたよ。絶対薄いな。よし。おお、負けるかな、ちょっと心配。まだ固まんないよ。こっちから行こうか。ほっ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 よっ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 、よっよっよいしょ、よっよっよいしょ、いい感じ。あ、見えなかった、こんな感じです今。よっよっよいしょよいしょよいしょ、よいしょ、できた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 。ミニだけどね、めっちゃ。
うん、美味しい、普通に こんな感じ。こんな感じです。うん。うん、おいしい。うん、おいしい、うん、おいしい。うん、落とした。綺麗に巻けてよかった。じゃあ最後まで食べちゃいます。うん、これはパルトも喜んでくれるでしょう。パルト遅っ。あ、ケチャップ、え、でもケチャップって好きな人とかいるよね、嫌いな人とか。待ってね、パルトに LINE してみます。卵を産むところから始めるのかな。え？歩きながら食べるとか。道に迷っちゃったのかな。じゃあこっちはこっちでセッティングしときますか。これをどうしたらいいのかな。パルトの食べてる姿を映したいので、どう、ちょっと待って、どうしよう。この高さちょうどいい感じなんだよね。一回切って、うん、うん、こうーん、どうしよっかな、迷うな。おー、押し入れで食べさせる。押し入れそんな座れないよ。うん、どうしよう、抜けない、よいしょ。何が映っても見えないでしょ。うーん、どうしようかな。
考えて、そう考えてなかったってこともないけど、じゃあここで食べてもらおうかな。ワーク、ここに食べるところがあるんですよ。かそこ、カホ的に、え、あらあらだったったったとたた、こういう感じでこうやって、これぐらい、うーん難しいな、やっぱいろいろ映っちゃうか。あやめたか。ファルトに食べてもらうとか考えて、あ、こっちにしよう。よいしょ、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 よいしょ。ここだ。ここに来てもらうことにします。まだかな、まだパルトまだかな。あざとポーズ、あざパルトまだかな。パルトが来ない、カラスが鳴いてるね。なぜ泣くの、カラスの勝手でしょう。カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょう。私待つわ、いつまでも待つわ。なんか悲しい子みたいだな。
何？しりとりする？パルト。パルト。うん。来たー！来たぞ！パルトが来た！パルちゃん！いらっしゃい。はいよ。コーラ片手に持ってきた。コーラ片ここでやってる。そこでやったな。こっちから来て。オッケー。あ、やべやべ。いや。じゃあ。よし。ドン。はい。急に。見たことないよ。そう。急に急に急に食べればいいのか。面白すぎる。こんにちは。声どうしたの？声がね、うん、さっき起きたばかり。さっきありがとう。来たの。食べていいのこれ？食べていいよ。さっき作った。全部？そう。ちかほが、うん、作った、うん、初めて。初めて食べてもらう人作ったのを初めて食べてもらう人。おう、これをこれを喜んでいいやつだから、そう喜んでだから分かった。もしかしたら美味しくないかもしれない。もしかしたら作る過程はしたの？そう、配信した。大丈夫だったの？見てなかったけど。いや大丈夫だったよ。大丈夫？声だけ声が、そうなの、寝起きだと私これなのよ。でも見た目はいいよ。本当？うん、そう、初めて作ったから味に保証はないけど、味見をした時美味しかった。ほんまに？じゃあいただきますよ。いただきます。うん、うん、卵焼きってこういう感じ？卵って感じ。なんか、なんか塩とか砂糖とか入れた？砂糖入れた。あと醤油。ああ。え、本当にこれ率直な感想言ってんの？うん。砂糖の味全く知らない。甘い派が好き？甘い派好きだよ。え、違うの違うの。なんか卵でーすって感じ。いや、でも間違いない。卵だった。食べた時は全然いける、全然いける。だって卵だもんね。うん。全然いけるよ。普通に美味しい美味しい。もうちょっと、でも卵焼きっていうのがあんま食べたことがないから。ああ、なるほどね。そう、どんな味だったっけなっていう。でも美味しい。卵だよね。うん。これは拍手でいいんでしょうか？なんかね、半熟なのがうち好きだけどさ、うん、美味しい。あ、半熟なってる？うん。やったー。ハルトの顔。見た目は綺麗なのにね。なのにねって言われて。でもわかる。ザ卵、うん、ザ卵って薄いんかな味が。うんうん。でもすごいねこれ、白身がないね。そう、混ぜまくったからね。どんだけ混ぜたの？混ぜてたよ。
パルトの愛情込めてってね、やってたよね。私いないのに私の愛情込めたの。そう、パルトの愛情パルトに愛情込めてって。あらやだ。え、これ次食べる人とかおるん？あーちゃんにね、うん、LINE したらね、うん、5時から買い物行くわって言われた。もう急だったからまあ仕方ないなって。だからまた時間があったら来てって言っといた。なるほどね。お腹空いてたけんね。いやでも確かに卵だったんだよね。あ、卵焼きってどんなんだよ。あんま食べたことないから、卵焼きってこういうやつだっけみたいな。ごちそうさまでした。食べたよ、美味しかったよ。ありがとう。コーラ飲んでるよ。だー。元気がないときはコーラが一番やけど。みんな泣かぬ。え、いつから作ってたん？さっき？5時。あー、5時だけん。さっきか、ほんまに。うん、30分間。30分間これで作った。すごいね。で、半になってもパルトこんぞってなって、一人で寝てたからね。この片隅でこうやってして、うん、パルトってやってた。やっとったん、それを。そう、これでた。パルトパルトまだかね。寄り道してたわ。寄り道してたんかい。あの販売機にコーラあるやんけって思ってしかも見てこれっていう。なぜこれ。あざした。星いくつって。星、うん、私は20歳。違う。何、寝起きすぎて寝起きすぎでしょ。だからコーラ飲んでるんよ。欲しい。私は20歳だってらしいよ。はてな、はてな、はてな。寝起き星イコール年齢かって。そうよ。ウケるんだけど。そうだよ、パルトの方が年下だよ。そうよ。見えないってよく言われるよ。い、見えない。うちの方がすっごい年上に見える。てか年下と喋ってる感覚しない。顔大体あするんだけど、年下だなみたいな。普通に年下っていう。うん、なるほどね。なんかむしろ姉貴みたいな。姉笑い方。むしろ姉貴なんではないかみたいな。そうよね。顔が。確かにかおちゃんとも。顔が。あ、なんで顔が。確かにかおちゃんと年齢差は感じない方。ね。じゃあ、じゃあすっごい遅刻をしたってことやな。そうやで。あら。はい、誰？カラスなぜ泣くのとか言ってね。しりとりするとか言って。急に？どこないね。急にやん。だー。コーラってうまいね。最近コーラにハマりすぎて1日1本飲んでんだよね。え、カフも買いに行こうとで、うん、ゼロカロリーのコーラにしよう。ちょっと待って、いやダメだ、もう18時だ。あ、コーラがでかく見える、うちが小さいからかなって。
やばいな、ね、声やばいよ声やばいでしょさっき起きたけんね寝てたんだ。寝てたよ私。バルト、アイス食べる？食べた。せっかく来たんだからアイス食べなよ。あるん？あるよ。マジで？たたた。今日そんなご飯食べてないんだよね。食べな。食べたい。コーラ美味しいよ。スイカアイスバーか、アイスイカバーか。うん。アイスのみか、うん、そうそうか。うん。何がいい？結構あって半分しか聞き取れんが。迷うね。かおちゃん何食べる？え、ガオはいらない、パルトにあげる。マジ、うん、そう。え、マジ、何あのジェスチャー何あのジェスチャー何あのジェスチャー。え、そうでいいの？パルト何、怖いんだけど。パルト、そうでいいの？スイカバー、パルト、君は運がいいようだ。ほんまに？全部持ってきちゃったね。そうだけなんだよ、生き残ってたアイスは。どういうこと？触ってみ。あ、これも。これはお客様に出すやつじゃねえ。もう下に溜まっとるけんね、これ。これあって下に溜まっとるけんね。すごい、なんでもうこれ一つの物体になってる。大丈夫だ。君は運がいいようだ。運が良かった。おい、これだけ昨日取ってたんだよ。ほいって渡されてもスプーンがない。じゃあスプーン持ってくるから。そう、確かに形がおかしい。やっちまったか、かほたる。うちはほんまにパルルを兄弟。大丈夫かな、この一回溶けたやつじゃないんかな。中身やばいかな、やっぱり。止められない。どれだろうかな、これもやっぱり。本人は。はい。はい。ありがとう。これ一回溶けた。最初に固まったやつじゃないよね。これ一回溶けてもう一回固まったやつとかちゃうよね。違います、それは後で買ったやつ。ああ、なるほどね。ちょっと周りがいい感じに溶けてきた。そう、いただきます。そうだけにね。そうそうそう。まんな。ごめん、なんかツッコミ入れたの、ごめん。おいしい。あ、生き返る。喉が潤ってきた。喉が潤。三島さんがいると聞いて、お、誰？誰？おにぎり虫さん。あ、どうも。あ、卵焼きの写真撮っとけばよかった。大丈夫、カフが撮ったか後で送るよ。ほんまに？メールに載せていいよ。載せるわ。メールに載せさっきアイス出したばっかよね。そうだよ。なんかすごい勢いで溶けてきた。すごい最速で溶けてきてるよ。うちのタイガムがめちゃくちゃ熱いのか、この部屋がめちゃくちゃ多分冷凍庫に
物を入れすぎて、ああなるほどね、あんま冷えてないのかもしれない。シャキッとそう。てかそうってさ氷入ってるよね。え、そうなん。うん。まあいいじゃん。美味しいよ。ね。あーんしてほしいんだって。やらねえよ。これは僕のものだ。ダメだ。うち全力で一転するじゃん。あ、更新できる。じゃあ一回切っていい？うん。いや。あ、待って、カホ、あのやらないといけないやつがあるんで。なんだそれ。トロフィーっていうやつを。食べるかい。これは僕のものだ。よいしょ。何それ。チーの人にプレゼントしている。すごっ。さすがカホエモン。すごいでしょ。押し入れから出てきたよトロフィー。そうだよ。うまっ。うまっ。うまい？うん。はい、じゃあ順を読んでいきます。はい。10歳カズさん、握手拍手。12位デミタル、握手拍手。やばい。11位モノリスさん、握手拍手。あと10回待ってるよ。うそや。10位ムムスカイさん、拍手拍手。7位オバサイさん、拍手拍手。8位アクアさん、拍手イエーイ。変わった。5位アキちゃん、拍手イエーイ。だんだん雑になってきましたね。6位ヒロさん、拍手拍手。3位トコラテンさん、握手イエーイ。4位スマホが一番さん、握手。それはわかる。スマホそれわかるってどこで。3位トコラテンさん、握手拍手。2位千葉屋さん、握手拍手。1位斉藤さん、拍手。おめでとう、拍手。やばいですね。はい、1位の斉藤さんにはこのトロフィーをプレゼントいたします。イエーイ、おめでとう。よく噛んで食べましょう。引っ張れたがおもろすぎるわ。じゃあちょっと一回更新するから、みんなお部屋はそのままで一回終わります。ありがとう。じゃあちょっと一回終わるね。バイ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 。早っ。いや、うちがアイス食べきるの。そうなんじゃ。そうなんか。パルトー。うん。あきつかった。炭酸が？うん。アイスの後のコーラすごいきついけど。けど。いや、最。なになに、更新できてない。できてるよね。
なんかバルトやつれてない？嘘やん、またやつれた。うちもう食べたよ全部。早っ。早かったわ。卵焼きかそう、どっちが美味しかった？卵焼き。さすがイケメンやろ。イケメン。髪伸びたね。髪伸びたよね、うん、伸びた。よいしょ。こんばんは。茶工事で、うん、じゃあ、あと パルトの顔なんかゲイしてみて。はい、じゃあ、それはここじゃん。いだめ、箸とぶつかった。なんかほのぼのしてるね。そうやんな、ほのぼのじゃ。で、かわいい。かわいいや、ほのぼのしてるけん。で、日曜日の午後って感じだね。今日日曜か。そうだよ。あら、あら、無駄にセクシー。あら、やだね。なんかさ、光がさ、バルトの方に当たっててさ、うん、アンパンマン、もうちょ、なんかバルトが神々しく見えるよ。アンパンマン。あーちゃん何してんのかな。あーちゃんも呼びたいよね。何してるって聞いてみて。もう帰ってきたかな。いいよ、電話かけたろ急に。全然出ない。なあ、何してる。ホチャンス見てくれ、ありがとう。ご住宅にありがとう、うん、全然出んかった。そう、何してるんだろう。さっきまで LINE しとってないの。それな。べ。コーラがうまいぜ。声がほんまやばいわね、私。あやだ。多分ね、これでね、おすぎとピーコさんのね、モノマネしたらすごいと思う。やってみてよ。おすぎです。ピーコです。二人合わせて、おすぎとピーコです。おすぎがやばい。おすぎです。Yeah.
多すぎです。ちょっと手も大事だけど、手もやって多すぎです。ピーコです。二人合わせて多すぎとピーコです。やばすぎ。コツは？コツ？まずこの声にならんといけん。最近やけですか？違います。あの小学校高学年からこの声です。ごめん、もう一回してってリクエストきてるよ。多すぎです。ピッコです。二人合わせて多すぎとピッコです。やば、他はできないの？なんか他アンパンマン、あえて僕アンパンマン。外に向かってやんの、外に。外見ながら。いやこの前さ、昨日わかんないけど、この前の握手会の時かの前にコンビニ行って、でコンビニ店内でレジ待ちしてる時に、なんか急に頭の中で、あトロブにアンパンマンのモノマネ聞かしたいと思って、トロブ聞いて僕アンパンマンで店内でやめたら、シーって笑った。バレた、ダメだよって笑った。なんでゆりちゃん急に？ゆりちゃんが前におったから。前におったから。やば。な、シーって言われた？うん。バレた、ダメだよって。バレた、ダメだよ。もうおもろすぎ。店内ではダメだよって。じゃあどこでだったらいいのって聞いた？聞いてない。外でやるねって言ってた。やば。他は？他はね、何ができてたっけ。芦田愛菜ちゃんやってのモノマネをする、なんとかのゆうさんっていう人。なんとかの言う、白ドライブのモノマネできるんよ。やってみて。僕ドライブ。似てないよ。そんな声じゃないし。もうちょい可愛いよ、ドラえもん。ほんまに？ドラえもんは、僕ドラえもん。かほちゃん。っていうか、ドラえもんって僕ドラえもんって言わないの知ってた？え、そうなん？え、言わないよ。そうなん？嘘。さすが博士。こんにちは、ドラえもんですっていう。ドラえもんは僕ドラえもんですじゃなくて、こんにちはドラえもんですって。こんにちは。いや違う、僕ドラえもん。一昔の前のドラえもんじゃん。こんにちはドラえもんです。あれってよく言わん。あれれーはコナン君。あ、そうや。あれれー、ジャイアンは？おい、伸びた。うわ、似てる。やっぱ、やっぱ似てるんだね。すごい、すごい。にゃんちゅう、にゃんちゅう。にゃんちゅうはね、どうだったっけ。ゲベベ。にゃんちゅう。あの、子供教育テレビのにゃんちゅう。おー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 。完全に一致。完全に一致したよね。もう一回って。おい伸びた。あ、最初のが似てた。似てた。おい伸びた。最初のが似てた。似てたね。一回きりのジャイアン。貴乃花親方。あのね、僕ね、大きくなったらお父さんみたいになるの。アウト。笑いました、アウト。面白すぎじゃん。
か。日村さん、日村さん。さっきの、さっきの。あのね、僕ね、大きくなったらお父さんみたいになるの。うん、全部っていうのやめてくれない。いやー面白いわ。とりあえず顔コーラ飲もう。とりあえずコーラ飲んで。いた。北斗晶はだってホワちゃん、そんなこと言うの、だったような気がする。へえ、結構知ってるね、いろいろ、いろ、今までずっと生きてきたから。20年かね。20年それは北斗の剣やろ。ほんまや、ほんまや。はてな、はてな、はてな、うめえ。事故。北斗違いやったわ。北斗違い。なにやっちったな。眩しい、眩しい。なんだったっけ、あれできるよ。ど忘れしたな。ん？ど忘れした。何のものまでできたっけ。何忘れちゃったよ。思い出して。思い出すわ。やばい、思い出すつもりが、なんかうちトミカがめっちゃ流れとる頭の中に。トミカ、トミカ、トミカ、モノネイルってやつ。そう、そうだけにね。カオちゃんも、カオちゃんに教えてあげるわ。ん？5歳児までが喜ぶネタを、必ず8割7割は笑ってくれるネタ。うん、トミカの歌ね。うん、また朝やってたんだけど、うちこれみんなに伝授しとったんだけど、うん、こうやってね、子供がいるじゃん、うん、じゃあね、僕ね、聞いといてねって言って、うん、トミカ、トミカ、プロルールってやると大体笑ってくれる。プロルール。コツは、え、もうね、プラレールをね、強調して言う。あと子供の目を見て言う。泣いたらどうすんの、それで。泣いたら走って逃げる。やば、ごめんねって言って、じゃらって言って。じゃあさ、カオが子供だと思って、はい、やってみて。僕、うん、僕何、起きてる、起きてるよ。じゃあお姉ちゃんがね、今からね、あの、面白いネタやってあげるわね。トミカ好き、うん、じゃあトミカの歌歌ってあげるね。うん、やった。じゃあ行くよ。うん、はい、トミカ、トミカ、プラレール。これは笑う、これは笑います。これはでも多分これパルトだからで、ね、面白いの。これパルトだから。いや、うちよくね、あの、うちカラオケバイトしてる時ね、うん、あの、休日とかね、うん、あの、とかね、ちっちゃいとかがよく来るんよ、親子連れで、うんうん、で、子供たちが走り回ってる時に、うん、店員ながらやっとった。店員でやっとった。店員で、うん、僕たちって言って、面白いネタがあるよって受付のお姉さんだったっけ、うちカラオケ屋の。そう、受付のお姉さんやってたっけ。僕たち面白いネタがあるわよって。やば、それ言うと笑うん。笑ってた。へえ。めっちゃ笑っとって、すごっ、笑っとった、笑っとった。日曜日とかよく来とったけんね、子供、子供愛、うん、マジだぜ。面白いね。面白い、
おっさんちゃうよ。お姉さんって。お姉さん。おばさんじゃないよ。お姉さんだよ。お姉さんだよ。何時から配信するのパルト。まだ決めてないんだよね。うん、全然決めてなかった。姉子だよ。今何時だ。はるか、なんでおんねんやって。え誰だろう。まさよしさん。知ってる。あの薄ごめんな、この距離だとな、全然見えへんのアバターでちょっくらで分かるんだけどね、文字がね、薄めにしないとね、見えないんだよね。確かに見にくいよね。あーちゃんから連絡来た。来てない。何してんだろう、あーちゃん。何してんの。あれ送ってよ。どれ。今何言ったの。あー、いいね。何してるるるって送ってる。今何してるるる。今何してるるる。あずみんが泣いてる。あーちゃんって泣いてるの。大丈夫。お腹いっぱいになってきたから眠たくなってきた。出た。顔と同じ。もうかれこれずっと配信してるな。確かに。で、知らないけど、わかんないけど。さあ、メールを送ろう。で、一緒に写真撮ろう。いいよ。よいしょ。すっごい寝起きの顔思ったよ。すっげー寝起き。大丈夫かな自分。目が開いてない。いや、開いてないね。こうして。寝起きのパルト。寝起きのパルト、すごいことになってる。そこに贈呈する。ちょっとやばい。ダメだ、メールの内容が。なんだろう、このシュール。かわいいやんって、ほら。あ、ほんまに。ありがとう。めっちゃカラス鳴いとるやん。カー似てる。似とる。カラスってカーって鳴かんらしいよ。あーって鳴くらしいよ。え、あーあーって言ってる今。じゃあ、うん、あーあーって言うの。そうらしいよ。頭おかしいでしょ。頭おかしいでしょ。ほら、よう聞いてみるとね、あーって言っとんの。カーじゃなくて。あ、本当だ。でしょ。ちょ、今呼び寄せてあげるけ、この家に。うん、ありがとう。ああちょっとやばいんで、やめてもらっていいですか。あーあーあーああしてくれとる、うちのために。
る。人のカメラで自撮りをしてる川太郎。あーあーあー。うるさい。うるさい。やめなさいって言われた。とりあえずコーラ飲むか。うん。にして。4枚撮ったね。なんだろうこの寝起きの顔。めっちゃ寝起きだね。これすごいね。やべえやつ、うん、やだ、クレーム来るの。走って逃げようかな。うち走って逃げるの好きだね。好き。足早い遅い遅い。はい。あ、ね、腕相撲しようよ、パルト。いいよ。パルトね、パルトね、うん、なんとね、左利きだったんですよ。うん。いや、柔道がね。柔道がね。そう。だから左は強いんだよ。そうなの。でもさ、利き手は右手だよね。そう。柔道だけなぜか左なんだよね、わかんないけど。左少ないからね、柔道。ちょっと待って、どうやってやったらいいんや。確かにね、無理じゃない。無理やね、これは。やめよ、また後ほどやな。なんか暗くなってきたね。うん、もう終わるんや今日が。はい、あ、終わっちゃう。終わっちゃうよ今日が。終わるんだよ、もう。早いな。長いようで早いようで、長いようで早い。どっちやねん、どっちやねんねんって日曜って感じよね。日曜って感じ。帰り。おかえりやねん。日曜日ですね。そうか、明日月曜か。早いな。あ、明日月曜日か。カキカキ。眠たいね。それの。お腹がいっぱいでござる。めちゃあかんべよ。うん。競馬場にいそう。そこー。何の真似。分かんない。おすぎです。もう帰って。おすぎです。ピークです。逆。逆やったわ。逆。間違えたわ。やば。面白い。なおき怒られるぞ。面白いね。面白いね。パルトが寝ようとしてます。なんか、うん、ゲームないのかな。オセロ配信とかやりたいよね。オセロ、オセロいいよね。え、嘘。オセロないよ。え、どっち。あったらいいでって。私は。あ、あったらいいね。そうそうそう。カホタル、まとめにまとめられてて笑った。え、なになに、なんてまとめられてた。まとめにまとめられてて笑けた。なんて、なんてまとめられてたの。なになに、なんてまとめられてたの。好きだな、みんな、そういうこと、ね、あら、やだ、あら、やだ。うちもまとめられて嫌やが。三島、実は
オカマだった。嫌だわ。面白い。めしは実はそんなことないわよ。正真正銘の女よ。正真正銘。3年目の主婦みたいに卵を作るってまとめられてたんだって。めっちゃ面白くない？どういうこと？嘘や。三島さん、三島だよ。三島だよ。三島だよ。固まってけ。ピッ。大丈夫、ここが見えとるけん、みんな。くしゃみぞ。よいしょ。何でも何でもらえてくるわ、もはや。ほんまに。私よくくしゃみするね。くしゃみってね、うん、何でもない。笑うって。笑う。誤解のくしゃみって誤解やろ。おいしそう。私帰ろうかしら。もう帰っちゃうの、うん、何時から配信するの。何時にしようかな。夜ですね。バイバイ。バイバイ。じゃあパルト送り出しに行こう。送り出す。うん。コーラの。いろいろ映るんだよな。ほ。確かに。ほ。ごちそうさま。こっちへおいで。どっちだ。こっちか。バイバイ。バイバイ。See you。See you。ドアを開けて。ドアを開けるよ。一緒に遊ぼう。バイバイ。どうしてバイバイ。バイバイ。ありがとう。ありがとう。ごちそうさま。気をつけて帰るんだよ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。帰りました。三島帰宅です。おっと、滑っちゃうかもしれない。チーコ、なんかこっち映り悪いわ。よいよ。おつ。面白かった。箸。うん、押し入れね。パルといい人つられそうって。パルといい人つられそうって。パルといい人だよね。急に寂しくなっちゃったな。俺がそばにいるから寂しくない。ありがとう。そうだね、カラスの鳴き真似してたりして意識入りながら、あーあああうん、カラスってあーって鳴くのか。パル
呼んでよかった。パトカー来たね。帰ったら寂しがるよ。寂しいの。パルト姉さんは優しくて面白い。食い物あげないといけない。カータル受験です、よろしくね。え、マークありがとう。パルト面白い、またあげよう。今度あっちゃん誘おうかな。今度はあっちゃんを家に呼ぼうっと。あ、なんか目黒くない？目黒いね。なんでよ。目黒い。ぜひお願いします。分かった。約束は守るよ。やっぱ押し入れが落ち着くわ。押し入れ戻ろうと。カホの。お箸ん？何か、あ、箸か。ここがいい。よし、こっちサイドも落ち着く。ほんと？やっぱこっちがいいね。みんなもそう思う？押し入れ落ち着くわ。箸も捨てよ。うん、寝床。これやっぱ鳴っててほしいよね。急に寂しくなりすぎ、なりすぎ。寂しい。待っててほしいな。実は最近はしてます。嬉しい。
でもここには飾りたいから、じゃあこうすることにした。もう一個買って別のとこに置く。それが別のとこに置く。もう一個買って、そう、音用と見せるよみたいな。もう一個風鈴買ってね。走ったパルト追いかけて一緒に住もうって結婚しようって言ってこない。結婚はちょっとあんまり慣れすぎてもうるさいよ。夏だからそんなあれだよ、風吹かない。風鈴の音がするアプリを探す。あーいいね、もう一個携帯持ってこようと。現代っ子か。うーん、何がいいかな。風鈴音。風鈴の音がするってこと？あ、い。すごキモい、キモい。なんか嫌だね。夏っぽいけど、夏っぽいけども、あ、秋だったこれ。思いっきりさ秋って書いてあったんだけど思いっきりこのアプリのこのアイコン秋って書いてあった夏だよちょっと待ってね。これを、
たまやたまや夏やねえ永遠と打ち上げられる花火おしまい。風鈴がいいんだよ、風鈴が。他にはないかな。あった、何これ、どういうこと。え、あ、意味が分かんないよ。お、自分で押す感じだこれ。確かにちょっと自転車みたいだね。おうおう、もう自転車にしか行けない。やっぱ実物がいいですね。ちゃんちゃん私はちょっと一旦終わりますよ。さて、とりあえず一回終わって、7時なんかだね。一回ちょっと休憩して、大臣を始めますかね。この時間帯がね。そうね、一回休もう。じゃあチェーン読むね。あ、用事あったからまだ、ごめんね、ちょうど終わろうとしてた、申し訳。10歳シータン、12位ハヤト君、11位おいでセソンさん、10位ユッポさん、9位グチタル、8位ナンボさん、7位特製カルビさん、6位フミノスキさん、5位イケヤンタルさん、3位ナッちゃん、4位ミヤクマさん、2位ところてんさん、1位アサミさん、ありがとうございます。じゃあ今日もちょっと休憩するね。みんなもだから休憩してね。とどこやったっけ、あっちだ。もういろんなところに、もうすぐランキング、あ、ランキング発表だけ気になる。
ランキング発表気になる。お部屋片付け簡単な。また長くなるパターン気になる。休憩する、わかった。でもちょっと待って、まあ、いっか。はい、再開しただけでよくね。そうっすね。ちっちゃ、ま、間違えた。こんだけしかなかった。1位のまさみさんにはこのトロフィーを差し上げたいと思います。メガネ壊れてたありがとう。イエーイ。そう、こういう風にねしたのすごいでしょ。キンキラに輝いております。今日もトロフィーが。じゃあ今日は一旦終わります。そして7時だから8時に配信するね。1時間休憩します。ありがとう見てくれた人。じゃあ次よろしくお願いします。ありがとう。バイバーイ。三、二、一、おつたるー。